日本兵庫県神戸市中央区元町高架通り、元町高架通りは、兵庫県神戸市中央区の町名の一つで、区の西部、JR 東海道本線の元町駅から国道28号、兵庫県道21号神戸赤市線が線路と、交わって、ガード下奥ぐるまでの区間のある外区。高架下に、店舗の連なる、商業地域であり、この商店街が、 元町高架通り商店街である。長目には分かれない。元高三番街。元町高架通り商店街の建物の中央には、東西方向の歩道が通っており、その左右に店舗が並んでいる。元町駅西口元町駅、東口元町高架通りは、JR 東海道本線のあるが行くだけで、構成された細長い領域になっていて、北は北長さ通り、 南は元町通り、南西は愛生町、西は多門2に接する。JR、阪神電鉄の元町駅と元町駅交番以外の施設は高架下にある店舗であり、それらは元町高架通り商店街という商店街を構成している。領域の南側を兵庫県道21号神戸赤市線が通り、最西端で東海道本線の高架橋をくぐっている。 そこが国道28号の東の起点となる。元町とは元からの町場という意味で、江戸時代には日茶屋村と橋宇ど村の領域にあたり、そこを通る西国街道の周囲には家屋が立ち並んで町場が形成されていた。明治元年に日茶屋村、橋宇ど村、神戸村が合併して神戸町となり、これが後の神戸市となる。明治時代に 東海道本線が付設され、昭和6年には高架化された。現在の元町駅の付近には以前は三宮駅があり、高架化とともに現在の位置に移転した。旧三宮駅のあった地点に元町駅が作られたのは昭和9年のことである。高架下への店舗建設計画自体は戦時中からあったが、昭和13年4月の国家総動員法、10日完成規則。 電力管理法の交付により中断されていた。高架下が店舗で賑わうようになるのは戦後、闇市によってだった。昭和21年12月、元町高架下商業共同組合が成立。翌昭和22年6月、元町高架通商業共同組合と解消し、こうして元町高架通り商店街が成立した。ところが、高架下浜川の土地は、神戸市が、 商戦から借り受けた道路用地であったため、市は不法占拠する店舗に対し道路専用許可、露店営業許可を出して容認していた。しかし、昭和28年に道路法が改正、専用許可の基準が明記されて以来、国鉄、市、地元店舗群の三者による競技折衝が繰り広げられることとなり、昭和47年には国鉄が譲歩する形で、 高架下浜川が商店街用地へと切り替えられた。一方で山川の土地の店舗に対しては国鉄が直接契約を結んだ。その後昭和51年10月に全面改築によって中央に赤レンガほどを持つ統一的な形態となり現在に至っている。町名としての元町高架通りは昭和55年神戸市行田区北町京通り3から8丁目及び 多門通り一丁目の各一部を割いて新設された。これは、幾多区の吹き合い区との合併と同時に行われたため、元町高架通りは、時代とともに、テナントも入れ替わってきた、元町高架通り商店街だが、その中には、戦後間もない時期から営業を続ける老舗も存在する。しかし、2015年12月になって、土地を所有する JR 西日本が、 高架下の耐震補強工事に取り掛かることを理由として各店舗に退去を打診するようになっており、高架下商店街は存続の危機に瀕している。ありがとうございます。